東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ王者、中島一期12回戦、同級7位、辰吉樹域、2024年12月12日後楽園ホール、元 WBC 世界バンタム級王者、辰吉浄一郎の次男、樹域が16日、都内で事前発表会見に臨んだ。15年4月にデビューし、プロ18戦目で初のタイトル挑戦。 チャンスをもらえてありがたく思っている。勝ちたいと静かに闘志を燃やした。父上一郎は90年9月、後楽園ホールでプロ4戦目を行い、4回 KO 勝ちで日本同級王座を獲得。4戦目で生意気やなあ全部がと冗談めかしながら、親父もここで取っている。しっかり僕も取らんとなあという思いと20年11月以来、約4年ぶり3度目の聖地。 での一戦へ気を引き締めた。王者、中島を前にしても、ええー、男やなあ、という感じ、と病状シーンを強調し、せっかくのタイトルマッチ。倒産と面白くないと三戦ぶりの KO 決着を予告した。伊藤義久。